これからはイギリス人になってあまりクンクしない方向で固めております。いや、この話やめますね。ちょっとソファーベッドを勝手にオーダーしたっていうのを言っちゃったんですよね。めっちゃ怒って一日険悪だったんですよね。 Well, tomorrow let's try the cottage pie then. No. No, I don't. Okay, tomorrow then. Not a row. Okay.あ、リコ、なんか今日新しいものがあるの気づいた？白いからキッチンに似合うね。うん、断捨離しなきゃいけないのにこんなものを買ってしまいました。 It's a kettle. Is it working? Is it? So how's the toast? Did you finish? Maybe. Just, you know, why does it have to be so complicated? It's not complicated.でもね、心がハッピーになってときめくの、うん、だからいいよね。うん、あれ明るいからあの。ああ、ママ動画撮ってるやん。あ、カットだよ。カットだね。カットです。今日のご飯はフィッシュパイです。まあこんな日もあろうね。200度で40分から45度焼かなきゃいけないので、オーブンをセットして200度に温めときます。このフィッシュパイってね、クリームのフィッシュスープみたいなの上にマッシュポテトが、コテージパイみたいなんだけど魚のクリームシチューが入ってる。ベロナー、ちょっとウェイトローズに行って結構いろいろ買い物しました。はい、マークサム・スペンサーに来ました。フラワーショップやらいろいろですね。何を買うかというとあれですね、今日夜あまり時間がないのでね、なんかレディーミールを買います。ピッツァ Or, I'd like to have a fish pie. Is it okay? 待ってよ。 Fish pie is okay? Okay, how many? Well, what's this? Fish pie.That's for two people. For two people. So should we get four? Sorry, two? Three. Two? Or three? Two? Yeah, okay, that's, is it enough? Should we have some good with it, some vegetables? Yeah, we have. We have? Mm-hmm. Apple crumble? I'm the only one who eats it.これからはイギリス人になってあまりクンクしない方向で固めております。いけないんですけどね、まあ、1週間に数日ぐらいはいいかなと。今週末カイの誕生日でこのポテトニャッキを買いました。別にカイの誕生日っていうことは関係ないんですけど、2ポンドだから300円ぐらい。イタリーが今ねチェストオブドロワーを引き出しなんかね、上はすごい暑い。この辺はすぐ暖かくなるんですよ。結構暑くなるからね。でもやっぱり半袖だと寒い。うん、半袖だと寒い。でね、このパンプキンとパインナッツ、美味しいかな。ちょっと甘いかもしれないな。リコパンプキンが好きで、あとナッツも嫌い。2つで800円ぐらい。まあちょっと食べてみますね。朝買ったやつでブロッコリーが1ポンド60、やっぱりちょっと高いかな。本当にモリソンズとかテスコに比べてね。これが300円ぐらい。この中ね、何が入ってるかというと、コードタラとスモークドハドクとスコティッシュサーモン、サーモンとハドクってなんだろうね。この間調べたのももう忘れちゃった。キングプラウンのあのエビクリームソースにマッシュポテトなので、ママリコは明日までの宿題終わった。はい。
よく頑張りました。いいですよ、じゃあ遊んでていいですよ、少しね。でも7時15分前になったら手伝いに来てくれる？リコとリアはね、よく手伝ってくれるんですよ。あのね、お手伝いの時間を設けることにしたの。1日に30分はお手伝いするっていうね。やっぱりね、お手伝いっていうことはいろんな学ぶこともあるから、みんなね、リアちゃんとリコちゃんがいつもお手伝いして偉いねって言ってるよ。本当にそういうの大切だからね。で、リアとリコだけじゃなくて、カイとカズは毎日ね、あの後片付けのお手伝いをしてくれるの。みんなお手伝いしてますよ。でもね、トモヤとジュンもお手伝いしてたんですよ、毎日ね。でももうあれ、卒業したけど。そうだね。じゃあこれをオーブンに入れていきますね。40分経ったら教えて。はい、40分からカウントダウンします。ということで、これだけなんですよ。すごい簡単ですよね。はい、これはフィッシュパイに付け合わせる野菜ですね。だいたいなんかグリーンピースとかがついてるんですけども、ブロッコリーがあるのでブロッコリー茹でようかなと思ってます。ちょっと切っていって、明日の朝用のお味噌汁にもちょっと入れようかな。今日はね、すごい事件があったんですよ。今日は実は昨日の朝ね、リメンバランスデイっていう、戦争で亡くなった方を追悼するっていう日があるんですね、イギリスには。でね、あのリメンバランスデイって、私も 100% それをいい日だとか思うっていうのはまだ本当によくわからないんですけれども、その式典をメインでやった方っていうのはミリタリーの人だったらしいんですよね。だから軍隊の服装を着てその式を行うっていう、日本じゃありえないでしょ。終戦記念日とか兵隊の洋服を着て亡くなった方を思うっていう式らしいんですけども、ちょっと言葉を選んでしまうんですけれども、本当にどなたも傷つけたくないのでね。いや、この話やめますね。ちょっとあまりご飯作るのに合わないかなって気がします。なのでここからは楽しい話にしましょう。まあそれもあってね、私が言いたかったのは、ダディが朝早く起きなきゃいけなくて、私もね8時まで寝れると思ってたのが6時に起きなきゃいけなくて、すごい疲れてたんですね。疲れていたのに、カイとカズが本当に何時に行かなきゃいけないのか、何時に終わるのか、その式典がね分かってなくて、でダディがもう本当に腹を立ててすごいイライラしてる時に、私が言わなきゃいいのにソファーベッドを勝手にオーダーしたっていうのを言っちゃったんですよね。もう本当にあのダディって機嫌がいい時はすごく機嫌がいいんですけども、機嫌が悪い時には何を言っても怒る人なんですよね。でソファーベッドってオーダーしなきゃいけないものだったんですね。でダリーは忙しくてあまり一緒にオーダーできないので、私が勝手にオーダーしたんですよね。普通だったら何も言わないのに、昨日はすごい腹を立てたのでめっちゃ怒って一日険悪だったんですよね。で私もね我慢してたんですけども、夜寝てから明け方の3時4時近くになって起きて、なんで私はこんなに我慢してるんだろうと思って怒りが爆発してダディを起こして、もう言いたいことを言ったんですよね。また本当にこういうなんか楽しい話じゃなくなってしまう。多分ストレスが溜まってるんですね、本当に。 At the moment this is the nicest room in the house. Why? Yeah, but why? Because there's no rubbish in there. ということでこれを茹でます。はい、ポロンポロン、もう全部茹でますね、もうとりあえず。こんな雑なこと言いますか。茹でたの中から後で取ればいいって感じですね。はい、ということで終わります。何話してたんだかよくわけわかりません。はい、はい、今日は美味しそうだよ、すごい。なんかごごご言ってる。何のカレー？フィッシュパイ。うん、でこれとあと野菜だからね。焼き終わりました。でもママはまだ取ってません。ママ焦げちゃうかもよ、チーズがプクプク。今日はね、カイとカズは6時から9時までトーナメントをやってるらしいので、私たち4人で。ママダディ悪い、カウントダウンステージ right now。 でカイがさ、Well, I can't do that, but now you can do it right now. 本当になんかイギリスって便利、日本も便利ですよね。こういうなんか出来合いのものが結構あるでしょ、日本に。簡単に、まあ4年後は日本だからね。まあ先に日本が良かった。そうだね。
だってさ、その時はもう13歳じゃん、うん、で、それでさ、好きな、なんかやりたくて出てなんじゃん、一人で遊びが。どういうの？オープンにしたらいいのよ。こんな感じですね。おいしそう。Yeah, daddy is better than mama taking off the pie, but mama is better at cooking. No, I'm better than everybody is good at something. どうだった？おいしかったよ。ごめんじゃない。ありがとう。動画じゃん。おいしかった？うん。What do you think of the fish pie? もう食べれない。ごめん。もう。もういいよいいよじゃん。後で食べて。本当に Well, I like it. Well, tomorrow, let's try the cottage pie then. No. Yes? Not in a row, Okay, tomorrow, Mama. Then. Not a row. Okay. モーニングルーティーンかって感じですね。あまり時間がないのでさっと茹でれるもの冷蔵庫で探してちょっと計画性がないので作っていきます。相変わらずゴミ箱がないので段ボールです。白菜があったので白菜にしましょう。ちょっと今濃いのを焼いていましたね。白菜を煮てお味噌汁にするんですけれども、で昨日もね本当に片付ければ片付けるほど収集がつかなくなる状態ですね。片付いてるのは未だにダディのオフィスだけっていう、ね、子供たちって学校が始まってからやっぱり疲れて帰ってくるからですか。だから少しずつしかできない。で、あまりにもちょっと片付いてなさすぎるので、昨日一昨日と昨日と子供たちの部屋を私が片付けてあげたんですね。すると片付け始めると物を出さなきゃいけないでしょ。段ボールなら段ボールの中にまだ入ってるもの、そしたら余計散らかるんですよね。だからもう本当にぐちゃぐちゃにまとめてもう物置にバンと放り込んでしまうんですよね。時間のない時ってさっと片付けたいから本当に時間がかかります。まあしょうがない。本当今回はね今週末ゲストが来るんですけど本当にかわいそう。ほんとこんなぐちゃぐちゃの中で、まあそれもいい思い出になりますかね。はい、ケチューも少しずつ変えていこうとは思っているんですけども、やっぱりまだ急には変えれなくて、徐々にですね、このここに置いてあるチェストももともとはリアとリコの部屋にあったもので、今置くところがないのでここに置いてるんですけれども、まあ、ここに置くべきものじゃないっていうことですよね。でも買わなきゃいけないので何かを、で収納も使いやすいように徐々には変えてるんですけれども、まだまだなんですよね。昨日ポークジンジャーを作ったんですけど、その中に卵を入れて朝ごはんにしようと思います。こんな感じですね。ブン、日本のお店で買ったお味噌です。ちょっとこれどうだかな、美味しいかな。ダディが叫んでます。今ダディちょうど子供たちを起こしてますね。今何時だ、6時45分になりました。そろそろ子供たちが降りてくるので、すごいですよ15分でこれだけした。ちゃんとコーヒーも作りました、はい、でご飯は炊けてて、まあ、でも15分でこれだけやりますよね。皆さん15分でお弁当作る方もいらっしゃるんじゃないですか。威張ることじゃないですよね。なんか慣れないんですよね、やっぱり。このぐらいかな。家で作るのは日本食ばっかりになっちゃうんですよね。子供たちがお昼をね学校で食べてきて、学校カレーとかパスタとかが多いみたいですね。あとなんかチキン、ちょっと辛いチキンを食べたとか言ってリコ言ってましたね。うちねお味噌汁すごい薄いんですよ。日本の濃いのじゃないんですよ。中国のスープってすごい薄い、お茶の代わりに飲むんですけど、スープって中国のそんな感じなんですよ。あのお茶の代わりに飲む味噌汁、はい、はい、リアは今日あれです、制服を忘れてきました学校に。ママ、プロフェッサーも汁がいい。え、意味ないじゃん、汁がなかったら。子供たちは卵の
すっごいもう生に近いのが好きなんだよね。これちょっと生に近いから、ちょっとねクックしすぎちゃった、ごめん、うん、ごめんね。これも全然、あごめんね。明日ね、めんごめんご、しょうがない、食べれない。それはまあ嫌なで、空がやっと明るみかけてきました今。ママ、土日楽しみ、ママのケーキ食べれる。今日ね、皆既月食があるそうなので、皆既月食についてちょっと動画を見てましたね。どうして月が欠けるのか分かったね。バイバーイ、目が来てきてください。So he went back? Oh. Hi, Donzo. Oh, what is this? Sorry, I haven't read.昨日どうもありがとうございました。なんかたくさんの人からこのなんだっけ、マットレストッパーを敷布団にできるということを聞いて、ちょっとオーダーして、どんな感じか、なんか本当敷布団っぽいですね。今週末結構ゲストがたくさん、try to keep the bag because it's good to store it. It'll be okay. いいそうです。